ヨーブラザー、しらせゴールドチャンネルでは、原神好きのあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画をお楽しみいただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。後悔はさせません。今日は、ディルク運用ビルドガイドなんですけども、まずは性能解説、おすすめ武器、おすすめ編成をさせていただいて、最後に、山田孝之さんが前回、先日ですね、原神の公式の方で、まあ、コラボしていただいたってところで動画を見て、まあ、ビルド、どんなビルドを使ってたのかの解説。で、手持ちの装備で、まあ、私の方でちょっと提案できればなっていうところで動画を作らせていただきました。最後の方までご視聴よろしくお願いいたします。まずレベル90時点でのステータスの表ですね。これちょっと詳しく見たければ止めてみてもらえばってとこなんですけども、まあ、ステータスの基礎値は体験キャラの中でもほぼ全体的に1位ですね。最優秀賞というところで、あとは固有ステータスが回収率が上がりますので、武器の選択の幅が広い。まあ、簡単に言うと、生物の調整、冠での調整をしなかったり、サブ効果のところで、盛らなくていいと。サブステータスの方で生物盛らなくても、まあ、武器の選択が楽にできるっていうところが特徴です。で、通常攻撃、銃撃、落下の倍率も非常に高くて、固有テンプも、まあ、銃撃、スタミナダウンと継続時間アップ。場合によっては銃撃スタイルで戦うっていうのもありだと思います。例えば、元素爆発撃った後とかですね。で、スキル。クールタイム10秒間ですね。10秒間の間に3回炎元素攻撃ができると。ただ、間隔が空きすぎると、連続でできないんで気をつけてください。で、星の命の星座で、爆発的に火力が伸びるっていう効果があります。ちょうど紹介。で、蒸発、溶解などの元素反応をかけ続けることができる編成が強いです。で、元素爆発は炎元素広範囲ダメージ。で、継続ダメージも入ってきます。発動後、通常攻撃が8秒間、炎元素になりますが、固有テンプが解放されると12秒間。で、炎攻撃になってなった時に炎ダメージが 20% アップしてるわけですね。じゃあこの間だったら、まあ、スキルの炎元素攻撃もかなり強くなるっていう感じになります。はい、命の星座ですね。まあ、ここら辺のちょっと表にしてみたんですけども、基本的に火力が全部バカバカに上がっていくキャラクターですね。で、ダメージを受けると二突でね、攻撃力が上がるってところが結構肝で、まあ、地竜の剣とかダメージを食らなきゃダメなものであったり、あとガチガチのシールドキャラと組み合わせるとそもそもダメージを食らわなくなってきてしまうので、まあ、そういうキャラじゃなくて、例えば行く秋ね、スタレ剣が割れた時にちょっと食らうとか、バーバラとか、うん、でそういうキャラと組み合わせるとかなりいいのかなと思います。で、あとはスキルが上がってて、で、今回のこのキャラはスキルがすげえ強いキャラなんですよ。なので、4突すると、スキルの発動後2秒後、要するにスキル一発打って、まあ2回攻撃打った後ぐらいに2秒経って、またスキルを打つと。ただ、2秒から4秒の間に打たなきゃいけないんで、リズムが大事なんですね。はい。で、そうやっていくと、2発目、3発目のスキルが 40% 威力上がる。で、6突でスキル発動後、通常攻撃は2発ね。攻撃速度が2発上がってダメージもアップする。なので、下の表のスキル一発打って通常攻撃、スキル、通常攻撃、スキル、通常攻撃2回でキャラチェンジをして、例えばバーバラとかユクアキとかそのバフ乗せとかするとか、そういうコンボが成り立つわけですね。なので、こんな感じで使ってみるといいと思います。はい、おすすめ武器は星5だったら狼の末路がダントツなんですけども、まあ、天空の体験があればそれも使っていいと思います。ただね、おすすめ武器で僕がかなりおすすめしたいのが、もう強く押したいのがアメサイウサイっていう武器なんですけども、これかなり強くて、元素熟知がそもそも上がるっていうことがサブステータスであります。これって何を指すかっていうと、まあ、蒸発溶解とかをかけてダメージを伸ばすとか、ディルクスキル攻撃ですね。なので、まあ、それがそもそも上がるっていうのと、蒸発をかけるってことは、水元素の受けてるキャラクターに対してのダメージがアップするウサイがかなり強い。っていうような設定なので、かなり強いですね。で、どれぐらいのダメージの伸びがあるかっていうと、この後、ウサイと、まあ、古賀試作とか球技族ダメージ同じぐらいなんで、まあ、それと比べてみて、あとは、まあ、レベルマックスの狼の末路とか、マックスの天空の体験とちょっとダメージ比べてみたいと思います。蒸発かけていくキャラなんで、蒸発系でちょっとやってみますね。これで1発蒸発初手に1万ちょいで1万
1万5000。レベル90ですね。はい、50の状態、天空体験レベル90ですね。3段目に入ればいい。1万4000ちょい。じゃあ狼の末路の3ですね。精錬3レベル90で、3発目の蒸発が1万9000。ダメージに関してはこんな感じ。まあ末路ダントツですよね。レベル90で精錬3なんで。でもウサイに関して言えばレベル80で、まあこんだけレベル90の天空気候と比べても、気候の50と比べてもダメージが高いと。なのでレベル90になると伸びがもっとあるんで、まあ末路に、まあ、匹敵とまでは言わないですけど近づくことができる武器、ディルクが使うのであれば末路かウサイ、この2択なんじゃないかなっていうような感じになります。でおすすめの生物はウェンティもおすすめしていた、炎の魔女、これのセット4で2セット効果で炎元素ダメージ 15% この時点で強いんですけども、4セット効果、基本的に蒸発妖怪をかけていくっていうキャラクターになってくると思うんで 15% ここの時点でも強いで、元素スキル発動して10秒間、2セット効果量の 50% 最大30、これってまあ2セット効果は 15% の炎元素ダメージアップなんで、それの半分 50%、 一発で 7.5% アップしていくと。で30で 22.5% で、ここら辺の数値が上がってくると。でディルク3発スキル打てるので、まあ、一気に30になるっていうことになりますね。でこれが何かっていうと、まあ、15% と、まあ、22.5 で 37.5% を火炎炎ダメージがアップして、さらには蒸発も上がるっていうセットなんで、まあもうほぼディルク一択なのかなというようなところですね。構成のおすすめは、まあ、砂、灰、冠。1番は、まあ、私のおすすめするのは熟知森ですね。熟知、まあ、炎ダメ、熟知。で、次に最後のところが会心ダメ。まあ、攻撃パーセント灰に関しては、砂ですね。砂に関しては、サブ効果が良ければ使ってもいいと思います。で、蒸発妖怪メインで戦うので、例えば、会心率 50% の、編成にしたときに、まあ、会心が、半分入らないですよね。まあ、その時でも、ちゃんと蒸発をかけるようなコンボを意識していけば、まあ、一応、まあ、蒸発の元素熟知のダメージ分は乗るっていうところで、まあ、会心が入らない時と入る時の、差で考えると、会心ダメじゃなくても大丈夫だというところですね。まあ、厳選が非常に難しい部位になりますんで、会心ダメか熟知の2択。こういう選択肢にしといた方が、厳選は楽で効率がいいと。なので、無理して会心ダメ固定っていう考えはしなくても大丈夫だと思います。はい、おすすめキャラですけども、ウサイ使うのであれば、行く秋バーバラですね。中段耐性とダメージ軽減を行く秋でかけてバーバラで回復していくっていう感じ。そうすれば2突以上のダメージ食らいながらっていうところも、まあ、狙っていけると。で、雷元素であれば北斗中段耐性で、まあ、シールド、弱いシールドでもいいんでつけとけば少しはやると。で、ダメージ軽減もあるし、中段耐性もある。殴り続けることができます。で、リサの場合でも元素爆発を打って相手の防御力ダウンを狙っていく。で、妖怪であれば、カンウですね。0.3 秒に1回のつららが落ちてきて、まあ、1.6 秒に1回確定で入っていく。そこに妖怪がかかっていくっていう感じ。まあ、どっちでかかっても大丈夫ですね。で、超運の場合は、まあ、殴って、氷つけてから、まあ、スキルの3段をやっていくっていう感じで、まあ、妖怪はかけれる。で、炎であれば、まあ、ベネットがいいですね。炎共鳴をつけて、ヒーラー役でも入って、攻撃力バフをつけていくっていう感じ。で、岩であればアルベド勝利。まあ、シールド勝利強いんですけど、アルベドとか、まあ、柱、岩の柱を置いておけば共鳴で、まあ、結晶がポロポロ落ちると。で、結晶シールドの場合は熟知上げてなければ、まあ、敵の攻撃で割れてダメージが入る可能性があるんで、まあ、2突以上でも
相性がいいんじゃないかなっていう感じです。行く秋とバーバラですね、こうやって例えば行く秋バーバラでこうつけてやると敵の攻撃をこう食らっても中断で吹っ飛ばなかったり、あとはまあ軽減ダメージ軽減系なんで今バフがついてますよね。これで二突の効果も乗ってますね。相手に吹っ飛ばされない感じでこうやって突っ込んでいける。でこうやって蒸発もしっかりかけていくことができるというようなことができます。で元素爆発なんですけども、まあ、行く秋の元素爆発とディルクの元素爆発、これの相性が良くて、まあ、こう集団耐性もかかりながらこう蒸発がね常にこう入っていくわけです。でこんな形で効果力で倒しきると、はい、まあ、水に対して炎とかだと一発で消えないんで、要するにあの行く秋のが刺さった後にディルクで通常攻撃で炎をやった後にこれやっても蒸発が入るんですよね。だからあのめちゃくちゃ相性いいです。あの蒸発にの邪魔をしないんです。行く秋の刺さってディルクの火つけて、で相手のあの水がなくならない状態なんで、その後にスキルをかぶせていってもいいんで火力がね全然落ちない。で最後に山田孝之さんがですね、あの使ってたビルドの考察と、まあ、編成、それを見ていきたいんですけども、まあ、動画はちょっと流せないんですけども、まあ、武器は効果、試作、これ使ってましたね。で結構強い武器なんで、これもかなり優秀でいいと思います。で生物は、まあ、ウェンティがおすすめしていた、まあ、ヒマジョセットをこれから集めるんじゃないかなっていうことで、こちらが山田孝之さんセットって感じですね。で編成はディルク、バーバラ、レザー、ショーを使ってたんですけども、まあ、リサも持っててリサが好きだというところで、まあ、ここら辺を使えば、まあ、山田孝之さんの、まあ、ビルドをちょっと真似できて雰囲気味わえるんじゃないかなっていうところです。でちょっと見ていただきたいところがあって、で見ていただけると分かると思うんですけども、こちら、ちょっとちっちゃくて見えないです。左上の方に、まあ、コカを持っているディルクで、ウサイを持っている、まあ、レザー、これレザーにウサイも、まあ、雷元素を持ってる相手にダメージアップしていいんですけども、さっきのおすすめ武器の方であの蒸発をかけていくことによってダメージが伸びていく。でバーバラも組んでるんでかなりいいのかなと思って、でここで、まあ、コカと取り替えるだけでかなりダメージが変わってきます。まずディルックの方はもちろんそうなんですけども、コカ試作ってあのダメージが追加で入るものなんですね。でこのダメージっていうのが 白ダメって言って、その物理ダメージなんで、物理ダメージの強い、まあ、レザーとの相性もいいのがコカ施策なので、ここを取り替えるだけでかなり改善されてパワーアップするのかなっていう印象がありました。はい、見た感じの手持ちのおすすめなんですけども、さっき言ったディルクとレザーダブルアタッカー編成で、ウサイとコカ施策に取り替えたこの2人がメインアタッカーですね。で狼の末路ガチャが来たら2本装備させても OK だと思います。でバーバラ竜殺し、これ最高にいいですね。で行く秋が祭礼の剣で、今画面の方見るとちっちゃくて分かりづらいんですけども、あのこちら、まあ、コカ持ってるんですよね。まあ、これは、まあ、コカの人なんで装備させてるのはまあいいんですけど、まあ、祭礼とかにして元素チャージ上げて、まあ、やった方が多分サポーターとしては優秀なのかなっていう感じで、見る感じ祭礼持ってるんでガイアが持ってますね。これ装備させて全然 OK だと思います。まあこんな感じでですね、山田孝之さんが、まあ、コラボして2回目ってことで、まあ、前回に比べてだいぶやり込んできたなっていう印象でした。あの勝利の装備してるのをこう見てもらえると分かると思うんですけど、西風超装をつけてるんですよね。あのセフィロス超装スピアっていうんですかね、これとか見ると結構もうバッチリだなと。でスクロースも祭礼装備してるでしょ。だちょっと笑っちゃうぐらいな感じなんですけど、まあ、次回、どんなビルドを組んでくるのか非常に楽しみにしております。概要欄の方に公式の、まあ、ページリンク貼っておきますので、ぜひ皆さんもまだ見てなければ見てみてください。最後までご視聴ありがとうございます。動画をお楽しみいただきましたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので見てくれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。